はい、3月の29日午後、辻堂正面波の様子、午前中の爆風はね若干弱まったんですが、相変わらずクローズアウトですね。はるか沖から、セットは頭前後ぐらいなんですが、辛いですね。コンディションあまり良くありません。はい、全体的に砂が東に動いた感があります。正面付近ね、もともとちょっと深かった場所、なんかさらに深くなったような感じがしますが、インサイドね、ちょいちょい砂溜まってますね。どこだっけな、ここら辺ね、前はね割れてなかったんですけど、こんな感じで形がいいのでもしかしたらって感じはしますが、ここはちょっと明日になってみないと分かりません。どうだろうな、このまま今日一日はね、ほぼクローズアウトですね。このまま、明日土曜日も温床なのかな。はい、朝はね、オフにちょっと変わる予報も一応出てますが、10時ぐらい、9時半ぐらいからもうまた温床は、緩めですけどね、温床はになるそうです。下のスクールもね、これぐらいの風だったら、サイズ多分下がっていると思うので、手前がもしかしたらちょっと楽しめそうかなと。この辺ね、ちょっとね、形あるんですよね、ここね。あとはね、もともと砂のついてた場所、ちょっとずれた感はあります。こんな感じでね、まっすぐ入ってくるものもあればね、東からね、重なっちゃうような感じがあるので、間違いなく砂はついているのかなと。一番引いてるせいもあってね、全体的にワイドですが、アウトは良くなさそうですね。で、ミドル付近ね、あんだけ割れなかったんですけど、引いてるこの時間はね、全体的にダンパーなんですが割れてる感じがするので、少し落ち着いてきたらどっか砂が溜まりそうな雰囲気も若干なくはないような。このレフトもね、ちょっと落ち着いたらね、形になりそうな感じですね。今日はね、波を見るっていう感じで海岸に来る分にはいいですが、初心者の方はね、海には、入らないように、あっという間にね、流されます。初心者の方はね、ゲットもね、かなりヘビーだと思うので、無理はせず、明日以降も備えてみてもいいんではないでしょうか。って感じになります。はい、だいぶね、気温が暖かくなってきてね、スクールもね、徐々に、一般スクール、体験スクールですね、増え出してきてます。皆さんそろそろ冬眠から覚めて、サーフィンしましょう。常時ね、ステップアップスクールもね、まだかなりの人数が受け続けてくれて、はい、大変盛り上がっております。では、今日の午後の辻堂正面
波の様子、あと5分ぐらいね、ちょっと動画流しっぱなしにするので、海を見れない方はこれを見て、いろいろと妄想してください。はい、それではまた明日。